これクリーム系には向かないんだよね。まあそうだね。はい、かじるバターアイス作ってみました。はい、なんかボリビアのアイスみたいになってる手作り感があるからね。かじらなかったの？そう、かじってどう？うまい、うまい。バターアイス、バターバターバターの味するけど、そう、バターアイスだからね。うん、でも舐めてもうまそうやけどでもこれはかじった甘いからね。うん、おいしいおいしい。これ溶けるよ、あっという間に溶けちゃうね。うん、めっちゃおいしいよこれ。太りそう。合ってんのかな、その赤城乳業のバターアイスは。こんな感じなのかな。もうそっくりかわからないけど、食べたことないから。ちょっとね、柔らかすぎるかもね、やっぱりね。でもガリガリ君ではないやろ。ガリガリ君じゃないけど、なんかね、かじるからガリガリ君の。違う、あの口コミで、うん、固め、固めって書いてあったんだよね。だからあの練乳アイスみたいにしっかりしてんだと思うんだよね。うん、ガチンガチンに固まればいいんじゃない。でもこれもう結構長いこと凍ってたのに、うん、あの入れ物が悪いね。綺麗に抜けなかった、うん、一個もまとまらない。こんなのもカップで作った方がいい。でもカップで作るとかじらない、かじるバターアイスじゃなくなっちゃうしね。うん、正解がわからないね。美味しいからいいんじゃないの。これこれ美味しいけどね、うん、誰か日本で本物を食べたことのある人にこれ作ってもらって、うん、感想を聞きたいです。